派手に食ってるかお前ら。今日は俺様がお前らにド派手な料理を振る舞ってやるぜ。男ならやっぱ肉だろ。でかい肉を豪快に焼いて食らう。これぞ男の食の道。食って示すは派手街道。血湧き肉踊る疾風怒涛の腕さばきお見舞いしてやるぜ。もう派手派手だ。本来は俺の好物でもあるフグ刺しをやりたかったんだが、どうやら俺はフグをさばく免許とやらを持っていないらしい。フグごとき派手にさばいてやってもよかったが、派手に毒に当たっても困るからな。フグは免許を取ってから派手にさばいてやるとして、今日は肉を焼いてステーキとシャレコンか。しかしフグ刺しなんて派手とはまるでかけ離れたような繊細な料理を俺は好きだったんだな。ググって初めて気づいたぞ、自分のことなのに。それはさておき、調理に移るかと思ったが、もう派手に完成してるじゃねえか。調理パート少なすぎわろた。てっ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 てれってならば派手に食っていこう。ナイフとフォークなんてまどろっこしいもんは必要ねえ。男ならド派手に素手で食らいつくまで。あっちへ。派手に切ってやったぜ。もっとも音速を超えた俺の包丁さばきに、ステーキ本人も切られたことに気づいていないようだがな。すなわちこの肉は実質まだ切れていないということだ。どうだ、派手だろう。まあうまけりゃいいんだよ、うまけりゃ。ではいただこう。派手にうまいじゃねえか。完璧な火入れだ。ワインで蒸し上げたことによってふっくらと柔らかく、香り高い上品な味わいに仕上がっている。程よく脂の乗った赤身肉は噛むほどに肉の旨味があふれ、ワイルドながらも繊細な余韻をもたらしてくれている。これはもう派手にあいつを飲むしかねえな。男ならやっぱ大瓶だろ。栓抜きなんてものも必要ねえ。そんなもん探してるうちにビールがぬるくなっちまうだろアホが。派手に手刀で開けてやるぜ。栓が開いたらグラスも必要ね。男ならド派手にラッパ飲みだろ。くぅ派手に染みるぜ。しかし肉ってのはいいもんだな。食えば食うほど力が湧いてくる。命をいただいているわけだからな。当然感謝の気持ちも忘れちゃならねえ。俺たち人間はその多くの命の上に立っている。そのことが決して当たり前ではないということを肝に銘じておかなければならない。人を食らう鬼が悪いように見えるが、人間を食わなければ生きていけないことを考えると、我々人間が動物にしていることと同じだ。しかしだからこそ鬼という存在に立ち向かっていかなくてはならない。いたずらに生活を脅かし命を奪おうとする者は、理由はどうであれ人間の敵だ。ならば鬼を滅殺するその日まで、派手に首を刈り続けるまで。そんじゃ肉も食って力もつけたところで、こっからはド派手に行くぜ。